それらの動物の共通点は？彼らは5000以上の種を含む哺乳類であり、哺乳綱に分類されています。すべての哺乳類は脊椎動物で背骨を持っています。でも哺乳類には他の脊椎動物と違う共通の特色が数多くあります。高温動物であり、体毛や毛皮に覆われていて、肺呼吸を行い、子供に母乳で栄養を与えます。でもこのような類似性とは裏腹に、哺乳類には生物学的な相違点もあり、最も顕著な点として出産の方法があります。このグループに含まれるのは人、猫、犬、キリン、さらには地上最大の動物であるシロナガスクジラもです。哺乳類の胎盤は血液を多く蓄えた組織で満たされた円盤で、子宮壁に付随していて肺の発育を支えます。胎盤は妊娠期間中の胎児の生命を保つためのものです。母親から直接供給される血液から、胎児の体内に栄養分も酸素もへその緒を通じて直接送り込まれて、老廃物も排出されます。有胎盤哺乳類は他の哺乳類よりも長期間母親の子宮内にとどまることができます。例えばシロナガスクジラの子はほぼ1年間を母親の体内で過ごします。胎盤は出産の時まで胎児の生命を維持します。それはへその緒が切れて、新生児が自分で呼吸や血液の循環や老廃物の排出を始めるまでの間です。体長7メートルの生まれたてのコクジラはすぐに泳ぐことができます。コクジラは誕生後6ヶ月間、濃くて脂肪分の多い母乳を毎日225リットル飲んで過ごします。さて、哺乳類の2つ目のタイプはオーストラリアに生息する有胎類です。有胎類の赤ちゃんが生まれた時、とても小さく繊細なので、お母さんのお腹の袋の中で成長を続けなければなりません。世界中で一番小さな有胎類であるフクロネコを例にとりましょう。生まれたばかりのフクロネコは体重が 18mg しかありません。これはグラニュー糖30粒ほどの重さです。別の有胎類であるカンガルーは一度の出産でジェリービーン1粒の大きさの赤ちゃんを1頭だけ産みます。赤ちゃんはお母さんの3つの膣の真ん中を這い降りてきて、お母さんの袋によじ登らなければならず、その後6から11ヶ月間乳を吸い続けます。赤ちゃんカンガルーは暖かい安全地帯を去った後にも乳を吸うために戻ってきます。時にはお母さんカンガルーが子供を3匹世話をすることもあります。1頭のお母さんカンガルーは同時に子宮の中で1頭と袋の中でもう1頭の子を育てることがあります。状況が悪ければお母さんカンガルーは妊娠を休止することもできます。その時は2種類の違った母乳を出すことができて、一方は新生児に、もう一方は少し育った子に与えます。哺乳類の語は乳房を意味し、これはいささか語弊があります。というのもカンガルーが乳を出す乳首は母親の袋の中にあって、乳房を持ってさえいないからです。同じことが言えるのは第3番目にして間違いなく一番奇妙な出産方法の炭鉱類です。かつては何百種もの炭鉱類がいましたが、今では5種しか残っていません。ハリモグラ科4種とカモノハシ科1種です。炭鉱は一つの穴を意味し、生殖、排泄、産卵にただ一つの総排出口を使います。鳥類や爬虫類や魚類、恐竜などと同様に、これらの種は胎生ではなく卵を産みます。卵は柔らかい殻に包まれ、赤ちゃんが孵化するとお母さんの体の表面にある穴から乳を吸って、十分成長して自分で餌が取れるようになるまでを過ごします。私たちが哺乳類以外の動物を連想する産卵やその他の適応があり、例えばカモノハシには水かきのついた足にくちばしと、オスの足には毒を分泌する毛爪がついているなど、それにもかかわらず彼らは哺乳類です。なぜなら彼らは哺乳類を定義する共通の特徴を有し、哺乳綱に属する他の動物と進化の上でつながりがあるからです。有胎盤類であろうと、有胎類であろうと、炭鉱類であろうと、いかに奇想天外であろうと、それぞれユニークな動物とその出産方法が何千年もの間受け継がれて、新たに多くの生命と多様性を生み出し、哺乳類の王国を築いたのです。哺乳類の出産方法は実際に様々ですが、その寿命もまた様々です。イモムシの寿命はわずか数週間ですが、北極クジラは200年以上にわたって海を泳ぐことができます。なぜ？その答えはこの動画で。